静岡県における青崩れ峠の一青崩れ峠は静岡県浜松市天竜区三作墓町奥良家と長野県飯田市南信濃や江川町の間にある標高1082メートルの峠である。峠付近の地質構造は中央構造線による破砕帯となっており山腹に広がる向き出しになった青い岩盤から峠の名が付けられた。静岡県側、長野県側ともに 国道152号の端点から林道、遊歩道を歩いて峠にたどり着くことができる。武田信玄による1572年の徳川、両親仰において軍病の一部が通過したことで知られている。国道152号の点線国道区間で密区域となっている。1987年より3円、南進自動車道の一部としても位置づけられているが、 地形の急瞬さと地盤が脆弱なために、道路建設では工術の計画変更、事業の遅れが発生し、2017年版までのツーリングマップルでは、あまりの崩落の激しさに、日本のトンネル技術が廃退と評されていた。当初計画では、青崩れ峠の迂回のために、平越市峠直下を通過するルートが選択され、 草木トンネルが建設されたが、平越峠の地盤も脆弱なことが判明し、地盤のやや硬い青崩れ峠西側を通るルートに変更された経緯がある。大型以外の車両は、草木トンネルを通って隣接する平越林道を使用することによる迂回が可能。なおツーリングマップルの記述は、青崩れ峠道路の再着工に伴って2018年版よりトンネル工事が、 再開に変更された。その後、2019年12月に、青崩れ峠トンネルの調査工が貫通している。ありがとうございます。